糸引き天竺大は、鈴木目鈴木亜目天竺大科に属する魚類。日本の沖縄などサンゴ礁域に生息する。繁殖期は縄張りを作りやすい枝サンゴの間などを障害物の周りに集まる。沖縄では時折、桃色天竺大と共に漁港で釣れることがある。太平洋のサンゴ礁域では比較的見られるようだ。多種と混営していることもある。 区別の方法は、下の近い仲間の見分け方で述べる。最大全長6 0トル、平均的な全長は5 0トル。夜行性であるが昼間は、サンゴの間を群れて漂っている。体色はメタリックな体に、頭部からエラ付近をブルーの横ラインが複数通る。天竺大化は地味な体色の仲間が多いが、本種は大変美しい体色である。本種も、 校内保育いわゆるマウスブルーダーである。そのため、夏場繁殖期はペアで群れから外れ縄張りを作る。卵の保護は、基本的にオスが行う。繁殖後メスは餌を捕食後また別のオスとペアを、組み繁殖をする。卵は孵化まで1週間かかり、その間オスは何も口にしない。オスとメスの見分け方は、繁殖期は、メスは腹に、卵があると丸い体型をしているが、オスは、 第2世ビレが長く伸びる。これで雌有の区別ができる。食用としては流通しない。主にダイバーなどがダイビングやスノーケルの時に見ることができる。また、近年飼育用としても流通しており、比較的一般の人も見ることがある魚である。展示クラで鑑賞用として有名なのは、ゅう石餅、金銭石餅などと並び水槽内の脇役的存在である。 それ以外にも、天竺本種を含め、この種全般は、飼育可能である。しかし、知名度があまりにも低いため、詳しい飼育法がない。ここでは、糸引き天竺大について書くが、天竺大河全種に応用が効く。飼育する準備と、基本的な知識、編集南方系の魚なので冬場、水温を最低でも22度以下にはしないこと。念仏大は、 基本的に近海魚なので、水温に敏感にならなくても良いが、18度を下回らない方が望ましい。本種はかなりデリケートなので、気が強い魚や噛みつく魚とは避けて飼育する。また、花大類を飼育したことがあるものはどかると思うが、単独飼育よりは複数飼育が向いている。水槽のサイズは、最低でも60センチメートル水槽が望ましい。 飼育する場合は、飼育開始予定日、または最終予定日より、1週間前に水槽をセットする。ろ過装置、ヒーター、水槽用クーラー、殺菌灯などが必要だろう。水は当たり前だと思うが、海の生物なので、人工海水、または天然海水を使う。そして、水温計があると何かと便利で安心して楽しめる。魚の入手法。 編集入手するには以下の2点が挙げられる。この方法が一番手間いらずで楽だが、本種を扱う店は大変少ない。しかし、扱っていれば大変安心して購入できる。自分で選べるだけでなく、状態も確認できる。本種はすでに弱く、ちょっとした傷が命取りになりかねないのでその点は注意する。詳しくは2を参照してほしい。しかしながら、 入荷数は少数であることが多い。購入する人が少ないため、入荷数は普通で数ヶ月間隔で入荷する。入荷数多い方である。比較的安価な方で、店によっては、花台類より本種の方が安い場合もある。一番楽な方法だろう。自宅のパソコンからインターネットによる通販、オークションがある。しかし、本種も含め展示の仲間忘れに弱いので、 おすすめできない方法である。魚の導入、編集後は、水槽に魚を入れる時だが、他の海水魚や熱帯魚と同様導入前に水温と水質調整を行うこと。早く入れたい気持ちは溶かるが、これを怠ると水槽内でショックし、最悪の場合死に至る。大体30分ほど入れると良い。この作業ができたら早速水槽へとなるが、網で追い回したり、すくったりしないこと。 必ず小型のプラケースで水ごとすくい少しずつ水を捨てる。そしてこのまま水槽へ。この作業は水槽掃除の時の移動時も同じことである。日頃の管理、編集、特にまず導入してからの一週間は注意する。なぜならこの間に傷などによる死亡するトラブルが多発するからである。餌は三日目ぐらいから食べるようになるので乾燥餌のミエビ。 雑食性の魚専用人工飼料を与える。与える量は数による。あとは、病気が心配だが、主に掃除した時に砂底のまき散らしたゴミや水が濁った時、急激な水温変化による体調を崩すことなどが原因である。特に季節の変わり目は水温を注意する。病気の種類は主に、白天病、トリコディナー病、オクサレ病、ウーディニウム病が挙げられる。 病気になったら、干渉拠点で市販されている専用の薬を使うが、この場合本種は薬に対しても弱いので、ごく少量に、とどめて、水替えを頻繁にする。それでも、治らないまたは進行している場合はかわいそうだが、処分する。繁殖、編集水槽内での繁殖は可能である。なぜなら、まんじゅう石餅や、金銭石餅、糸引き点軸代、 ネオンテンジクダイなど、水槽飼育にポピュラーな種では、実際に繁殖が行われている。基本的に彼らは、マウスブリーダーのため水槽という環境に慣れ、環境と整えてあげれば、成功する。もちろん、ペアが揃えばの話である。海水魚類の中では、比較的繁殖が容易な種だと思われる。しかし、繁殖に成功しても孵化後の稚魚たちの餌が一番の、 関門である。この種は繁殖は容易でもその後の稚魚の飼育、管理が難しい。稚魚は小さく餌はそれに見合ったものでなくてはいけない。また、六過草に稚魚が吸い込まれることも多い。しかし、1センチメートルほどまで育った個体は、親と同じものを与えると良い。しかし、ここまで育てられるのはよほど、繁殖、稚魚飼育に適した環境が用意できたものでないと、難しいが、あえて、 マウスブリーダーの彼らの飼育と繁殖に挑戦するのも良いだろう。以上が飼育に関することである。近い仲間として桃色天軸大がいる。本種とはよく混営していることが確認されている。本種と桃色天軸大は鑑賞用として入荷するが、よくこの2種を糸引天軸大として販売されている。あまり区別されていないようだが、最近は、 別々に区別されて販売されるようになった。この2種はマニラビンで入荷される。話が長くなったが、この2種の見分け方は容易である。幼魚は体高が低く、半透明な体で、ブルーのラインも目立たず、見分けが難しい。本種には尾びれの付け根に黒点がない。生魚は体高が高く、ブルーのラインが目立ち美しい。第2背びれが伸びる。 制魚の個体は見分けやすい。制魚になっても体高は高くならない。尾びれの付け根に黒点がある。地味な色。薄い桃色になるが、半透明。全体的に地味である。第二背びれは普通で変化なし。この二種は似ているが、制魚は全く異なる姿をしている。人によっては、スカシ天熟台に、桃色天熟台が似ているとも言われるが、 これらが混営している記録はない。どうやら、この二種は別々に住み分けしていると思われる。しかし、糸引き天竺大と桃もいろ展示区代は住み分けなどをせず、同じ環境に混営している。ありがとうございます。